おお。ジップをご覧の皆さん、ハイドです。大吾、おはよう。おはようございます。ダルクアンシエルのハイドさん、大吾さんのためならと特別にメッセージをくださったんです。すごい。いつもね、慕ってくれる弟の元気に返してたなと思っております。今日から新たなチャレンジをする弟にエールを。ライブをやっててね、思うんですけど、ファンは失敗を求めている。ね。なんか深い。もう失敗した方が嬉しそうな顔するんでね。だからもう恐れずに、楽しむことがね、視聴者にとっても気持ちがいい朝なんじゃないでしょうか。ハイドさん、メッセージありがとうございました。朝早いからね、ますますだいぶ夜に誘えなくなっちゃったな。大吾さん、最後まさかのサプライズですね。いや、それ聞いてなかったんで、めちゃ嬉しいっすね、うん、もう本当は全力で俺失敗していきますね、これから10分で、